零零七消されたライセンス。零零七消されたライセンス。007消されたライセンス。B、ライセンス2キル。A、ライセンス2キルは、1989年公開。ジョン・グレン監督のスパイアクション映画。零零七シリーズ第16作。ティモシー・ダルトンが、ジェームズ・ボンドを演じた最後の作品である。イアン・フレミングの原作からは、短編、チン・ヨ。 ヒルデブラントの登場人物、クレストを使用。サメに足を食いちぎられる。減圧室での頭部破裂、粉砕機での圧死など控えられてきた、血なまぐさい表現を演出した。本作では、9以外のみ6のメンバー、ボンド、エマニーペニーは、全員本作を区切りにすべて配役が変わり、また監督であるジョン・グレンも、連続5作を取って、監督を降りる。 第一作からの脚本を手掛けてきたリチャード・メイボーム、メインタイトルをデザインしてきた、モーリス・ビンダーが共に他界したため頑張れる、シークエンスも次回作からビジュアルが大幅に変更された。ショーン・コネリー主演時代から使用され続けたビジュアルによるものは、本作以降、画質も大きく変化した。また、冷戦下の共産権崩壊により、冷戦の要素が組み込まれた最後の作品となった。 これに伴い、自作からは、作品のテイストも大きく変わり、ボンドの所属組織本部もユニバーサル貿易か実際の、魅力本部となった。シリーズの分岐点となる作品である。親友である CIA のフェリックス・ライターの、結婚式に向かう途中、サンチェスが現れたと DEA、ドラッグエンフォースメント・アドミニストレーションイコール、麻薬取締局の連絡を受け、ボンドとライターは現場に向かう。 サンチェスは DEA が長年追っている麻薬王だったが自身の人脈で固めた地元を離れてアメリカ領内に姿を見せたということは二度とない捕獲のチャンスだった。ボンドとライターはサンチェスが逃走に使ったセスナをヘリコプターで釣り上げ捉えスカイダイビングで花嫁寺が待つ教会に降り立った。皆の祝福の中。 ライターは、結婚祝いのライターをボンドに手渡す。しかし、サンチェスは買収した、捜査官、キリファーの手助けで護送車から、逃亡、新婚書屋のライター夫妻を襲いでらを殺した上、ライターを拉致して、サメに足を食いちぎらせてしまった。帰国しようとしていたボンドは、空港で、サンチェスの逃亡を知りライター宅に急いだが、そこで無残なライター夫妻の姿を発見する。 ボンドは復讐を誓い、まず、キリファーからサンチェスの取引情報を聞き出した後に、サメの餌にして落とし前をつける。しかし、ボンドの任務を逸脱した行為に対して M が自ら、訪米、別件の任務を指示する。ボンドは復讐心と忠誠心との間で苦悩する、ものの、その場で G を示し逃走。単身、サンチェスの元へと乗り込む。ボンドは、 サンチェスの取引現場を襲って大金を奪い、それを軍資金にフリーの麻薬業者を装ってサンチェスに接近。しかし、その過程で同じく取引相手を装っていた香港の麻薬取締官の戦を妨害し彼らを死なせてしまう。さらに女性パイロットに噴して潜入していた CIA のパメラはサンチェスの部下を抱き込んで司法取引に持ち込もうとしていたが、 ボンドの独断先行はそれをも妨害してしまう。復讐心に加えて何もかもぶち壊しにした責任を感じるボンド。しかし、サンチェスの信用を得たボンドは秘密のコカイン工場への視察に同行する。サンチェスの計画はガソリンにコカインを混ぜてタンクローリーごと密輸しようとするものだった。だがその工場で酒場で乱闘したサンチェスの用心棒ダリオがボンドの正体に傷、 とっさに、ボンドは引火したコカイン入りのガソリンサンプルを実験室に投げ込み、コカイン工場は火の海溶かした。そして、脱出するサンチェスたちとタンクローリーを奪って追う、ボンドの荒野のカーチェイスの結末は、二人の一気打ちとなった。格座したタンクローリーから漏れ出すガソリンを浴びてなお、ボンドにとどめを刺そうとするサンチェスに対し、血まみれ埃りまみれのボンドは、訳を知りたくないか 結婚祝いのラターを見せる。気化したガソリンが立ち込める中でそのライターが発火した時、サンチェスは復讐の豪華に包まれるのだった。デュラン・デュラン、A ・ヘクタール、プリテンダーズと若手の起用が2作続いたが、同映画ではベテラン R&B シンガーが2人起用された。主題歌となった同タイトル曲は、グラディス・ナイトが歌い、エンディング曲、If You Asked Me It は、 パティラベルが歌ったクラディスナイトが歌ったライセンスツー・キルはイギリスのミュージックウィーク誌では最高位6位と検討したがアメリカのビルボード誌では R&B チャートで最高69位だったまたパティラベルが歌ったイフ・ユー・アスクト・ミートはイギリスではチャート入りを果たせなかったがアメリカのビルボード誌では最高位79位 ドアール R&B チャートでは最高位10位と検討している。なお、この If You Asked Meet はセリーヌ・デオンにカバーされて、イギリスのミュージックウィーク誌では最高位57位だったが、アメリカのビルボード o 誌では最高位4位と大ヒットとなった。同サウンドトラックアルバムはチャート入りを果たしていない。オープニング、エンディングとともに、 シリーズの主題歌でも高い人気を獲得している。キングレコードから発売の特別版 DVD には、VHS 版、TBS 版、テレビ朝日版の3バージョンの吹き替えを収録。演出、大西慶太、翻訳、秋元良介、調整、田中秀幸、録音、アバコクリエイティブスタジオ、制作、ジャパンオリジナルテクニック演出、伊達交渉、翻訳、岩佐幸子。 調整、高く高を、制作、東北新社、TBS-TBS では1993年に、水曜ロードショー終了後、常設映画番組がなくなったため、特別枠での初回放映となった。TBS 特別枠で007シリーズが、初回放映されるのは3作目。長年007シリーズ初回放映権を獲得してきた TBS であったが、自作、ゴールデンアイから、 初回放映権は、テレビ朝日に移る。演出、福永漢字、翻訳、平田勝重、効果、リレーション、調整、山田多平、制作、ムービーテレビジョンに演出、伊達公賞、翻訳、松崎博之、調整、高久高雄、制作、東北新社。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。